スネーク、いい。彼女はアメリカの裏切り者ではない。いいえ、彼女はむしろ国のために死んでいった英雄。彼女はすべて覚悟の上で任務を遂行した。自己犠牲、それが彼女の務めだった。ザ・ボスを超える称号、君にビッグボスの称号を与える。君は真の愛国者だ。我が軍にもフォックスのような潜入部隊を編成すべきだと思うんだが、彼のような極秘裏に潜入して任務を遂行するソルジャーとエージェントを兼ね備えた。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。アメリカ政府は賢者の遺産を手に入れるために大きな芝居を打った。その主役がザ・ボス。ボルギン大佐が受け継いだ遺産を手に入れ、同時にシャゴホットを破壊するために仕組んだ。大佐も伝説の英雄であるザ・ボスにだけは気を許す。賢者の遺産の在りかを探るのが彼女の最大の任務。偽装亡命はうまくいった。ただ